隅田もその会場となっている東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会。墨田区では区民が一体となって大会への機運を高めてきました。新型コロナウイルス感染拡大による開催延期が決まってからも人々の熱い気持ちは変わりません。今回は過去の大会で活躍した選手や今大会に向けて闘志を燃やす選手などさまざまなアスリートが登場。競技への思いと隅田の皆さんへの言葉を集めました。そこには大会をさらに楽しむためのメッセージが込められています。墨田区ではオリンピック・パラリンピックについて学びを深める活動を行っています。この日、東第二中学校で行われた教育講演会。講師にロンドンオリンピック柔道銅メダリストの西山正史さんを迎えました。西山さんからは中学生へのワンポイントアドバイスが。それは目標の立て方について。自身を振り返ってのメッセージでした。まずはその日の練習を乗り越える、失礼練習をとにかく乗り越えるというような、中学時代だったなというふうに今思います。一定期間を継続しないとなかなか結果だったり欲しいことだったりこう手に入らないので、なんかこう続けようかな、やめようかなと思っていることはちょっと立ち止まって続けるという選択をした方がいいのかなというふうに思います。自分で目標設定を私もしてきたんですけど、自分だけでしたわけじゃなくて信頼できる先生だったり両親とよくコミュニケーションを取ってました。前々からもちゃんと客観的にできるようになって目標設定をして、それに対してできることを少しずつやっていくということを繰り返していました。メダリストも昔は普通の中学生。皆さんアスリートを見る目がより現実的なものになったのではないでしょうか。2年生を対象に同時開催されたのは人権講演会。講師に招いたのは元パラアスリートの渡辺博さん。渡辺さんは中学時代から走り高跳びの選手として活躍していましたが、27歳の時突然目の病により視覚障害者になりました。しかしその後もなお競技を続け、ジャパンパラリンピックや世界大会で入賞。現在は学習塾の経営も手掛けています。渡辺さんが力説したのは好きなことを見つけてとにかくやることでした。みんなはどうなんだろう、自分の人生振り返って何か思ってるかい。だから何か自分はこれでやったんだっていう達成感が得られるようなことを見つけるといいよ。学校っていう場所を一回チャンス眠ってるのか転がってるのか、上を見落とさないのかどうか意識してみるといい。そして中学生からの質問を受けます。それに答えた時、渡辺さんの人生観が見えました。今から挑戦してみてください。ごめん、俺の中で挑戦という言葉がわからないので申し訳ない。決して格好つけてるとか引っかかってたとかそういうのじゃなくて、好きなことをもう寝るものをしてずっとやってるだけなんだな。だから多分次何かやってみたいことを見つけたらもう寝るものをしてやるかもしれない。夢中になれってことなのかな。挑戦できた。競技に向き合うことは生き方を追求すること、そのことを学んだ講演会でした。パラリンピックの現役選手も隅田へ駆けつけてくれました。これは東京都のオリンピック・パラリンピック教育推進事業の模様。講師に招かれたのは高橋裕一さん、アテネパラリンピックマラソンの金メダリストです。高橋さんは高校生の頃に発症した目の難病により失明。その後マラソンに取り組み始め、アテネでの金メダルをはじめ
パラリンピック3大会で大活躍を見せます。そして現在はトライアスロンでの東京大会出場を目指しています。視覚障害者のマラソンではロープでランナーと伴走者をつないで走ります。児童はこれを体験。まずはペアになって歩いてみますが、なかなか難しそうです。はい、右に寄りすぎだとかね、左に寄りすぎとか教えてあげてください。もう少し、もう少し右寄って。うわ、怖いよ。はい、まっすぐ。明るい。めっちゃ明るい。あ、すごい、なんか、うん、なんかめっちゃ長い距離だと。やった距離感覚っていうのが私も全く分かりません。なので走ってる時も数を数えて、50数えると自分の中で 250m 進む。高橋さんが目の病気にかかっていることを告げられたのは高校2年生の時。徐々に視力を失い不自由な生活をする中で人生に絶望していった時のことを話してくれました。家族みんなに自分は迷惑をかけて毎日生きて、迷惑をかけないいい方法はないだろうか。自分はこの世から消えてしまえば誰にも迷惑をかけない。勉強机の引き出しからカッターナイフを取り出しました。それで自分の首を切って死ぬことにしました。首に刺そうとした瞬間、隣の部屋からお母さんが私の勉強部屋に入ってきました。ゆういち、死なないで死なないでと言って、私の足にお母さんがしがみつけました。読むようになりました。自殺を思いとどまった高橋さん、その後も希望を見出せずにいましたが、30歳を過ぎた頃転機が訪れます。そんな働いてるある日、アトランタパラリンピックで日本人選手がマラソンで金メダルを取った、そんなニュースを聞きました。もしかしたら目の見えない人同士だったら自分は頑張れば金メダル取れるかもしれない。そこから私走り始めました。骨折も何箇所も骨折をしました。毎日走り続けました。そして2004年アテネパラリンピックで金メダルを取りました。その時思いました。あの時死ななくてよかったな。あの時お母さんが止めてくれたから今日の自分はある。死なずに生きていればいつかきっといいことがある。お母さんの言う通り本当だ。ですので皆さんも辛いことがあってもずっと頑張って生きていきましょう。そうすると必ずいつかきっといいことがあります。それがパラリンピックで私を教わったことです。高橋さんの金メダル、児童たちはその重みをどう感じたのでしょうか。オリンピックの選手もパラリンピックの選手もいろんな努力を積み重ねて、まあ、頑張ってやってきたなってちょっと見方が分かりました。はっきりとした夢があんまり決まってないので、決まったらそれに向かって頑張ろうかなと思います。言葉が自分も上手じゃないので、その言葉が発達してその前へ支えてくれてた人にその言葉でお返しできたらいいなと思ってます。ためにならないことは絶対にないから、大変なことが起きても諦めないでまた次のことへ挑戦していきたいと思いました。障害者の夢の舞台パラリンピック、皆さんその真の意味を知ったのではないでしょうか。そして両国の国技館で開かれるのがボクシング。日本代表の6選手は全員が金メダル候補。大会に向けての闘志はますます燃え上がっています。ここで改めて6選手を紹介します。そして隅田の皆さんへ一言ずついただきましたのでご覧ください。まずは岡澤セオン選手。ガーナ人の父と日本人の母を持つサウスポー。距離を保ちながら木を見て攻め込むスタイルです。まあ、基本的にはこのコロナの影響もあって拠点の鹿児島県鹿屋市で練習を積んでいる状態です。パンチをもらわないアウトボクシングに加えて、少し自分から強いパンチを打ち込む練習だったりもしているので、迫力のあるような試合にもなればいいのかなと思います。去年7月の九州豪雨、岡澤選手が拠点とする鹿児島のジムも被災し、
大半の練習器具が使えなくなりました。墨田区はジムで使用する物資を提供、早期の練習再開を後押ししました。皆様の力のおかげで今練習できていることを実感しています。恩返しの舞台だと思って東京オリンピックは頑張りたいなと思ってます。金メダルを取って墨田区を盛り上げられるように頑張るので楽しみにしててください。続いて森脇唯人選手、全日本選手権3年連続の覇者。長身から繰り出す力強いパンチと俊敏な動きが持ち味。そうですね、まあ、スピードでこう速い展開ができるかなっていうのが自分のいいところかなって思うんで、そういうところを見てもらいたいです。楽しいいいスポーツだなって思ってもらえるように、せっかく東京で試合ができるんで、しっかり面白いところ見せられたらなって思います。続いて田中亮明選手、手数の多さが特徴のサウスポー。全日本選手権では3回の優勝を誇ります。同じ体重の人たちと戦うので絶対負けないだろうっていう自信のもとやってます。倒しに行くんで派手に相手がぶっ倒れるところを見てほしいです。続いて成松大輔選手、全日本選手権で9回の優勝、そして唯一のオリンピック経験者としてチームを引っ張ります。自分にできることといったら、まあ、一生懸命練習して一生懸命試合する、まあ、これだけだと思うんで、まあ、その先に人々にね、いろんなものを与えたらいいなと思います。で、まあ、国技館といえばやっぱ相撲じゃないですか。で、自分高校大学と正代関と一緒だったんですよね、まあ、そういった意味でこの間優勝してすごく元気をもらったんで、まあ、その元気をオリンピックで爆発させたいなというような。続いて史上初のオリンピック出場となる女子、まずは入江聖奈選手。スピードを生かしたボクシングが身上の右オーソドックススタイル、チーム最年少です。国技館でボクシングができるっていうのは多分もうそうそうないと思うので、多分一生の思い出になるだろうなと思っています。注目してもらうためにはやっぱり結果を出すしかないと思うので、はい、しっかり結果にこだわって金メダルを目指して、はい、アマチュアボクシングを広めていけたらいいなと思います。続いて並木月海選手、小柄ながら素早いフットワークと強力な左が武器。無敗を誇った高校時代を経て国際大会でも恐れられる存在になっています。国技館にやっぱり試合なんかできるなんて思っていなかったので嬉しいなっていうふうに思いますね。日本初めて出場するので、まあ、少しでも女子ボクシングを知ってもらえたらなっていうふうに思うのと、アマチュアボクシングが面白いなって思ってもらえるように、まあ、自分の試合を見てそう思ってもらえるように、やっぱり金メダル目指して頑張っていきたいなというふうに思っています。この夏6人の思いが国技館で炸裂します。皆さんもぜひ応援してください。アスリートから墨田の皆さんへのメッセージ、しっかりと受け止め、オリンピック・パラリンピックを盛り上げ、楽しみ、成功させましょう。